エビサは有リミ11月20日から1992年1月3日は日本の歴史学者。専門はキリスト教、キリシタン史、文学博士、久保田幸男の別名もある。兵庫県甘ヶ崎市生まれ。1934年、立教大学文学部史学科卒業。卒業論文は京都南蛮寺魂流行。 1943年王将入隊し、1946年に復員する。1949年聖新女子大学教授、1960年、立教大学文学部士学科教授、立教大学ラテンアメリカ研究所所長、1976年3月、立教大学を定年退職、同年4月、国際キリスト教大学大学院教授を務め、 1981年、定年退任。1961年、南蛮学等の研究により、東京大学から文学博士の学位を授与される。1988年、日本キリスト教文化協会より、キリスト教功労者の表彰を受ける。1981年4月、訓三当随法彰。1949年のキリスト教私学会の、 創立には発起人の一人として名前を連ね、1963年から1985年まで理事長を務めた。ありがとうございます。